ウィキペディア英語版、ウィキペディア英語版ウィキペディアは英語によって執筆、編集されている無料のオンライン版百科事典、ウィキペディアである。2001年1月15日に設立された最初のウィキペディアであり、2019年現在、様々な言語のウィキペディアの中で最大規模を誇る。全言語のウィキペディアの記事の過半数を、 英語版が占めたのは2003年10月までで、他言語版の記事数の増加に伴い2008年10月1日時点で約22%強と、その割合は徐々に低下している。緑色は Wikipedia の利用について最もよく使われる言語版が英語版の国を示す。言語群ごとに書かれた記事の割合。2013年3月現在。 記事の16.76%が英語で書かれている。2019年12月19日時点で、この言語版の記事総数は598万3997件を数え、Wikipedia の全言語版のおよそ12%を占める。2006年3月1日午後11時9分に、総記事数が100万件を突破し、日本では IT メディアでも取り上げられた。 当時は毎日約1700項目の新着記事があった。2009年8月17日に300万項目を達成した。300万件目の記事はノルウェーの女優ベアーテ・エリクセンの記事である。2015年11月3日には記事数が500万を突破した。データ量に換算すると、 2015年10月1日時点のあらゆる英語で書かれた Wikipedia は圧縮して、総計 11.5GB を占めた。英語版の記事数は他の言語版に比して、常に圧倒的な量を保持してきた。これについては、そもそもの母語は者人口の多さのみならず、編集者が世界中から集まった上で情報を持ち寄るという、事実上の世界共通語ならではの強みも加勢している。 さらには、ある程度以上の経験を積んだ参加者らが、メジャー昇格というような形で、あらゆる言語版から集まってくるという現象も伝統的に知られており、これも強みの一つである。さらに、標準の英語版に加えて、ほとんどの記事を英語の基礎語のみで書いたシンプル英語版 Wikipedia が別個に置かれている。同じく英語語語ウィキペディアも存在する。英語版コミュニティは、 ニュース発信用にサインポストを観光中である。2007年から Wikipedia 1.0により、すべての記事に対して品質と重要性についての格付けが行われている。2010年5月13日、ユーザビリティ調査をもとにユーザーインターフェースを更新した。英語版 Wikipedia は、Wikipedia の最初の版であり、現在も最大である。多くのアイデアを試し、規約や方針、 機能として、後に、Wikipedia の他の言語版で採用された中に、秀逸な記事、中立的な観点の方針、ナビゲーションテンプレート並びに、調停や仲裁など、論争解決の仕組み、あるいは短い記事、スタブを、サブカテゴリーに分類することや、定期的に行う共同作業などを開拓してきた。反対に、Wikipedia の他の言語版の機能から英語版 Wikipedia に、 採用されたものには、ドイツ語版、Wikipedia の検証済みの編集履歴及び、オランダ語版、Wikipedia の都市人口検索テンプレートなどがある。文章ファイルに加えて、画像や、音声のファイルも英語版 Wikipedia に保存され、多くの画像は、最初に、アップロードされた場所と同じファイル名で、Wikimedia Commons に移動される。しかし、英語版ウィキペディアには、フェアユースの画像や音声、 動画ファイルもアップロードされており、ほとんどはコモンズでは、掲載条件の範囲外に該当するため、すべてがそのまま、だ言語版で使えるとは限らない。ウィキメディア財団の参加者で最も積極的な人、ウィキペディアの原動力であるミディウィッキーのソフトウェア開発を担う人の多くは、英語話者である。英語版ウィキペディアは、 登録利用者のアカウント数が2007年4月1日に400万人に到達100万人の大台に乗った2006年2月下旬から1年強である。英語版ユーザーの編集歴を見ると10回以上の編集者が80万人超、編集を毎月するのは30万人で、そのうち3万人超が毎月最低5回の編集を行い、3000人弱の人は 毎月の編集回数が100以上である。2011年11月24日までに英語版ウィキペディアで合計5億回の編集が行われた。ウィキペディア最大の言語版として、かつまた英語はとても広く使用される言語であるため、英語ウィキペディアは母国語が英語ではない多くのユーザーと編集者を引きつける。英語版ウィキペディアには一般的な主題に関する情報量が、 より多くなる傾向が見られ、外国語として英語を習得したユーザーは、母国語版ではなく英語版から情報を探そうとする。英語版ウィキペディアにコンテンツを追加した経験のある、ひぼ語の話者と記事の遂行をした母語話者との共同がうまく作用している。オンライン百科事典の英語版ウィキペディアには、他の編集者との揉め事に拘束力のある判決を下す調停委員会を置き、 編集者を委員に当てている。この委員会は当時サイトの所有者だったジミー・ウェールズの意思決定権で2003年12月4日に創設された。設立時の委員は合計12人、4人ずつ3グループで構成され、以降、徐々に増えて仲裁委員18人に拡大。姉妹プロジェクトでも他の側面でそうしたように英語版、ウィキペディアを見習い、 複数の言語版で調停委員会制度を取り入れ、独自の方式で立ち上げた。例えば、ドイツ語版ウィキペディアの調停委員会は2007年設立である。ただし2018年、英語版では論争の解決の機能を裁定委員会に集約し、調停委員会は閉鎖された。アメリカの高校に対する暴力の脅迫がウィキペディアに投稿され、 複数の事件が大手報道機関で報道された。グレン・エイ・ウィルソン高校は2008年に脅迫の標的となり、ナイルズ・ニシ高校では2006年にウィキペディア上で脅迫したとして14歳の容疑者が逮捕されている。オックスフォード大学が2013年に行った調査では、ウィキペディアで論争となる記事の傾向として、英語版記事はより広範な問題を扱い、他の言語版では 地域問題になりがちである。その一因は、英語が、言葉として、世界のリングはランカつまり、英語版、ウィキペディアの編集者の多くが英語が、母国語ではないことが挙げられる。同研究によると、英語版、ウィキペディアで、最も議論の的となった投稿は、以下の通りである、ジョージ・ W ・ブッシュ、アナキズム、ムハンマド、WWE に所属する、人物一覧、地球温暖化。 滑稽アメリカ合衆国、イエス・キリスト、人種と知能、キリスト教。英語版、ウィキペディアの投稿数上位25カ国。コイ・グリーン、英語が第一公用語の国。ウスウィク・グリーン、英語が外国語、または第二以上の公用語である国。英語版、ウィキペディアには、アメリカ英語、イギリス英語、国際英語など、 どの地方語の英語で記述するのが適切かという課題がある。特に綴りの違いが問題である。これはポルトガル語版におけるポルトガル語とブラジルポルトガル語の問題、あるいは中国語版における各種地方語仕様のそれと類似している。ノルウェー語版ウィキペディアでは地方語の問題は解決を見た。これについては一つの英語にまとめる英語版ウィキペディアを 各地方語で分割するなどの提案が出されもした。英語版の書式のガイドラインには、英語のウィキペディアでは、好みがバラバラで統一されておらず、どの国の英語を主要な言語とするか決まっていないとあり、事実上の方針となっているのは、地域的な記事はその地域に適切な英語を使用するというものである。例として、色を表す。カラーの単語は、イギリス関係の記事内においては、 イギリス式の綴りを尊重し、カラーと記載することが推奨されている。他の記事は、英語の種類が記事の中で一貫している限りは、あらゆる種類の英語を認めている。アンドリュー・リーは、原版としてスタートした、英語版ウィキペディアには、イギリス英語とアメリカ英語のどちらであるべきか、議論する機会がなかったと書いている。編集者は主にアメリカの話題には、米国綴りを、 主にイギリスの話題には英国綴りを使用することに同意しており、この点についてリーは2009年に間違いなく単に数の多さに依拠してアメリカの綴りが規定で優勢になる傾向があると述べた。英語版ウィキペディアとブリタニカ百科事典の制度は同じくらいと報じたネイチャーに対してブリタニカが撤回を求めるなどの動きも見られる。英語版では 二国間以上にまたがるデリケートな問題、例えば紛争、戦争や領土問題に関わる項目に関しては、互いの国家の立場のユーザー同士でしばしば壮絶な、編集合戦が巻き起こった挙句、結局保護扱い記事にされる例も少なくない。これは、英語が事実上の地球共通語であり、また、公用語とする国家が多いことにも起因する。母国語が、 英語の国が5カ国以上存在するのも原因の一つである。内容が英語で記述されているということは、それだけで引用元として様々な方面からリンクしやすいということに繋がるからでもある。そのため、ユーザーの所属する国家と政府の主張に合致する方向で内容の書き換えが起こりやすいという問題をはらんでいる。母数となる閲覧者。 編集者が多いため一般的項目は充実しているもののサブカルチャーへの関心も極めて高いアメリカのポータルサイト c o m p e ドッ c o m の実施した調査によれば2007年4月に英語版で検索された言葉100語を分析したところ25%が日本のアニメ関連のキーワードでありセックス関係16%ポップカルチャー関連16% 音楽関連10%であった。この調査は、英語社会全体ではあまり浸透していない、アニメ関連への関心がネットを使うことになれた、ユーザーの間では高い傾向にあることや、英語版でもアニメや芸能関係の関心が高いことを示した。2009年にページビューの多かった、上位20件の記事の大半が、サブカルチャー、生活関連の記事であった。 日経 BP 社のプコンラインによれば、英語版の科学関連の記述の信頼性は高く、日地分野の研究者が自分から積極的に投稿を図ることが多かったからだという。さらに、2009年7月、ウィキメディア財団は、アメリカ国立衛生研究所と協力して、健康関連の記事の充実を図る方針を表明した。その一方で、英語版でも、 記事の信頼性に疑問が投げかけられてきた。一例として、毎日新聞が発行する、英字新聞、YY にて、デタラメと偏見につながる内容の記事を配信して、問題となった際には、その記事を出展として、トイレッツインジャパンに、女性はウォッシュレットによって、性的に刺激されているかもしれないなどの投稿が、なされた。ジミー・ウェールズは2007年に来日した際、 情報通信政策フォーラム主催のシンポジウムに参加した。この時、人物の記事を記事に書かれた人自身が編集する問題に関し、日本語版で大量削除を実施して話題となった西和彦と議論した。この中でウェールズは、英語版でもある女優が自身の記事に書かれた経歴を匿名編集で削除した件を例示している。また、池田忍はこのシンポジウムにて、 英語版の従軍慰安婦問題の記述に問題がある。旨を指摘したが、ウェールズは歴史上の複雑な出来事も公平な目で見反対意見に対してもフェアでないといけない。友好的なアプローチをとっていきたいと答えたという。また、英語版では2000年代半ばよりアカウントを取得しないユーザーによる新規記事の立行は禁止となっており、2009年1月には、 人物関連記事の編集に際して承認性を導入する方針であると日本語の報道でも報じられた。この時点では財団は公式コメントを出していなかった。承認システムの概要としては投稿した編集は一旦保留扱いされ、貢献度の高い編集者が承認権限を与えられるという内容である。2009年8月のスラッシュドットジャパンの報道は、 ドイツ語版での実施例を挙げており、当時は7500人のユーザーに権限が与えられており、英語版では記事数の比率より、その3倍以上のユーザーに権限を付与する必要があると報じられている。編集者が減少する動きは日本語版でも見られたが、英語版にもあり、ウォールストリートジャーナルは2009年11月、スペインの研究者、フェリペ・オルテガの話を引用し、 2009年第一、四半期に4万9000人以上の編集者が英語版から去ったことを報じている。ありがとうございます。